上空には灰色の空が広がる阪神レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は真山トップガン、この評価は少し不満か。2番人気はこの子サイレンス鈴鹿。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない二冠馬娘ゴールドシップ1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは天運サイレンス鈴鹿、綾野トップガン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ天運スカイ、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのは天運スカイ。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていたのは綾野トップガン。2番手の位置で先頭を伺うのは天運スカイ。外を通りましてサイレンス鈴鹿、4番手にリホノブルボン。ここまでが先頭集団。現在